新選組は2004年1月11日から12月12日まで放送された NHK 大河ドラマ第43作。近藤勇を主人公に京都市護職家の警備組織として知られる新選組が題材。既存の歴史小説を原作としないオリジナル作品。原作、脚本は舞台や民放ドラマを手掛ける三谷幸喜。近藤と 坂本龍馬や桂小五郎が、江戸で知り合っている、野口賢治、浅野薫など史実では粛清された大使を、生存させたまま退場させると、史実と異なる大胆な創作を盛り込みながら、お馴染みた2脚本の、龍馬にお任せ。でも掲げた、幕末青春グラフティをテーマに、近藤勇の人生における重要な四十九日を、取り上げ、基本的にその一日を一話で構成するスタンスを、 一方で、アケボのテ事件など、史実の新選組が出動したエピソードの一部には、描かれなかった出来事もあった。大河ドラマ初出演で主演を務めた、香取慎吾をはじめ、これまで、年配の役者が演じることが多かった大使や獅子役に、実際の年齢に近い、様々な業界のタレントが起用された。特に、土方歳三を演じた、 山本浩二は、容姿、風貌が現存する土方の写真とよく似ていたことや、三谷が、こいつは、悪い奴だ。その部分を引き出したいと4年前から目をつけており、2004年のスケジュールを開けるようにあらかじめ頼んでいたという。その演技は長年にわたり映画、ドラマ、萌えよ剣などで土方に噴し、代表的土方役者と呼ばれた、栗塚明が対談で、 やっと次にバトンを渡せるといい、山本にとって当たり役となった。新選組の放送前から、肘方の出身地である、木野市では、商工改正年部が中心となり、箱館戦争まで描いてほしいと署名運動を行ったものの、近藤を主人公にしたので最終回は、近藤の死によって締めくくられ、その死後もどかたが新選組を率いて転戦した合図。 箱館が登場しなかったために、同地の関係者からは不満の声が寄せられたという。こうした事情や続編を望む視聴者の声を背景に2006年1月3日には、正月時代劇として、続編にあたる、新選組、辻方歳三最後の1日を放送。大河ドラマでは、異例の続編の放送となった。大使を、はじめ一人。 数とのキャラクターと彼らの人間関係が丁寧に描かれている。脚本に関しても、幕末好きである三谷の知識と演劇人としての構成力に基づいた新しい物語展開が提示されている。一例として、坂本龍馬暗殺に関して、歴史学者からはほぼ否定されている薩摩半黒幕説を柱に、学説として有力視されている見回り組実行犯説を折り込み、 暗殺現場で聞かれた、こなくそ。という原田佐之助ひいては、旧来新選組実行犯説の証拠とされていた、言葉を新選組が坂本龍馬を救出しようとしたが果たせず、その際に佐之助が口にした言葉として結びつけ、これまで登場した多くの人物を登場させ、それぞれの真理を表現している。物語中盤の山場となる池田屋事件の舞台と、 なった池田屋のセットは実際の建物の設計図をもとに組まれた。そのため映画などでよく知られる大階段は存在せず、史実に近い暗くて狭い池田屋となった。これに代表されるように、これまで描かれてきた新選組の固定化されたイメージの刷新に取り組んでおり、タイトルのマークにはこれぞ新選組だという思いが込められている。大河ドラマとしては、 琉球の風以来、11年ぶりにテーマ曲に歌詞が付けられた。それと共に、語りが一切ない大河ドラマとしても異例である。なお、本編の後日談の形で作られた、総集編では、密約の沢口康子が語り、という形になっている。初回視聴率は26.3%だったが、それが最高視聴率で以後視聴率は下がり、平均視聴率は17.4%と、 振るわなかった。その一方で絶賛、擁護の意見も少なくなく、賛否両論の激しい作品と言える。前日の近藤と龍馬や勝らが江戸で知り合っているなど、史実と異なる客色の多さが批判され、TEB 評論家の麻生内明は、コメディ大画などと酷評した。その一方で、麻生も審査員を務めるザテレビジョン市のザテレビジョンドラマアカデミー賞では、 最優秀作品賞に選出された。また、山並圭介の切腹した回では放送当日の反響の電話が鳴りやまず、その年末のアンコールでも1位に選ばれた。この影響を受けて、2007年には山並圭介を弔う三男期が京都の旧前川邸界隈で行われた。この年の日本 PTA 全国協議会が調査した親が子供に見せたい番組アンケートでは、 第10位に入り、2005年にインターネットで行われた、好きな大河ドラマはというアンケートでは2位に入った。熱烈な大河ドラマファンである、松村邦博も2007年に、未来創造堂へ出演した際、大河ドラマベスト3を選ぶ企画で、第2位に上げ、三谷さんは、新しい大河ドラマを作ろうとしたと、好意的な発言を寄せた。また二千十一年に行われた、 あなたの好きな大河ドラマアンケートでは第2位に入っている。三谷によると時代交渉がめちゃくちゃだと散々叩かれた。コメディ大河とも言われた。でも実際に1年間見た人は誰もそんなことは思っていないはず。笑うシーンはあっても新鮮組は喜劇ではない。喜劇だとしたらギャグが少なすぎる。笑いはあくまでも負け。僕は1年を通して 人間ドラマを描いたつもりがと述べている。これまでに DVD 化された大河ドラマの中では最高の3万2000ボックス、8億円のヒットとなるなど、若い世代にファン層を広げたと言われている。放送時は、大河としては異例のデフォルメされたキャラクターによるコンビニエンスストア向けのマーチャンダイジング商品も発売された。なお、 本作の放送年である2004年の最初の日曜日は、正月3賀日に該当しない1月4日だったが、本作は1月4日を避けて、その1週間後にあたる1月11日に放送を開始した。ちなみに、1月11日に放送を開始した大河ドラマの作品は、本作の他に、その本作の23年前に放送された1981年の、 女対抗期の2作品のみである。カトリが出演するテレビ朝日系の番組、スマッションマイナス4では、カトリやスマップのメンバーが出演した、ドラマ、映画のプロモーションを兼ねて共演者が、スタジオに登場することがあり、新選組の主要キャストも例に漏れず最終回放映前日に番組出演したが、NHK の作品を他局の番組で、 本編映像も織り混ぜながらプロモーションするというのは異例であった。また、フジテレビ系の番組、笑っていいとも、ではカトリがドラマの衣装で登場したこともある。最終回の翌日の関西テレビフジテレビ系、スマップスマップでは、脚本、三谷、主演、カトリのパロディコント、曲調、が作られた。年月日には、テレビ系、 FNS27 時間テレビみんな生かだ。ウッキー。ハッピー。最勇気。内で放送されたクイズ。ヘキサゴン2今夜はクイズパレードにおいて新選組代表として香取慎吾、山本浩二、山本太郎、山口智光、小林隆矢部太郎がドラマの衣装で出演している。また2015年に放送された朝の連続テレビ、小説、 朝が来たでは、山本が本作と同じ衣装を着用し、土方を演じた。現時元年、京都で、近藤勇、肘方と静を率いる、新選組は不定老子の取り締まりに出動。長州藩の桂小五郎は取り逃がしてしまったものの、沖田総司などの活躍により大きな成果を上げる。この事件を聞いた、坂本龍馬は10年前の江戸での出来事を思い出す。 以下の人物紹介は、ドラマ上のものであり、実際の歴史上の人物やその履歴とは違う場合がある。清川八郎の老子組から分派して、組織され当初は、三室氏組第25回から、新選組に改められる。基本的に、主人公近藤を中心とした、市営官派、セリザー派、伊藤派の3つの派閥が存在しており、それぞれが結託することもあれば、 思想上の圧力や路線対立、主導権争いを行うこともある。また、派閥内で内輪もめが発生したこともあるほか、沖田が一時期水戸派に属したり、東道が伊藤一派の入隊後、彼らと行動を共にするなど立ち位置が変動することもある。司令官の仲間たち水戸派ご両英氏となった大使、その他の新選組大使前日の三つの派閥に属さない大使たち。 なお、肘方は第二十回で行われた大使募集で採用された大使は後々近藤派に属することになると語っているが、実際は谷三重郎、万太郎兄弟や大石など近藤、土方の思惑に反して各自勝手に行動する者も,も少なくない。また、武田はどの陣営にも忠実であることを逆手にとって近藤と伊藤派の融和を試みたこともあるが、 失敗している。三風老子組老子組、土佐藩長州藩薩摩藩その他2004年12月26日、29日と2006年1月3日に放送。総集編であるが未公開映像も追加された。明治5年9月13日の東京における密の解雇という形で沢口康子が出演、本編にはなかった語りを担当している。 坂本龍馬が伝え聞いた事件という設定の第1話冒頭の大使出動の場面は入っていない。各部の最後にはメインの大使たちが私服で登場する座談会が組まれた。2006年の再放送は続編である新選組。肘方歳三最後の1日の放送直前に行われた。2004年12月30日に山並圭介が切腹した第33回のみ。 放送。坂井雅人のメッセージがあった。第33回は、文化庁芸術祭参加作品として11月に、デジタル衛星ハイビジョンでの再放送が行われた。そのため、通常6回の放送に加え、2回の再放送が行われた。これは、NHK のドラマ放送史上唯一のことであった。ため当時話題になった。ありがとうございます。